何も知らないで見てる友達から連絡来る、これが出た。
早く打ち上げみたいな。これはもう遊ぶというか。あ、あ、あ、パパ、え、ワン、ツー、スー、フォー、え、ツー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 、パパ、え、ツー。È stato troppo gentile, è un cazzo.
Va, oh, te lo doy indietro, no sé.風が強いんで見てるはずなんですけど、昨日の夜、今日この夢占い師さんが来てくれるって分かってたんで、絶対何か夢見ないといけないなと思ってたんで。これ今すぐ書けます？疲れ果てたんですよね。
はい、夢を見て私書きます。寝坊して、ペンは、まあ、そんな中、夢占い師なんか夢占い師、え、これは何の色、あ、これ赤。そもそも夢占いって何で、ですどんなものなの、こういったものを聞いていきたいと思います。紙も必要ですね。の、マリー・プリマベーラさん、直接、直接に書けないですか。多分これ直接じゃないんじゃないかな。え、これ直接じゃない、これ必要があります、これ。明日も使うから。こんにちは。あ、明日も使うんだ。イタリアンプレミアムに来ていただいてどうもありがとうございます。あ、そう、これね、私が直接マリスさんに来ていただきたいなと思ってオファーさせていただいてるんですけれども、名前がマリープリマベーラ、ね、ちょっと後でその名前の由来なんかも聞いていきたいと思うんですが、プリマベーラってイタリア語で春って意味なんですよね。実際なんでマリープリマベーラなのかっていうのをマリさんちょっと教えていただきたいんですけど、ね、そもそもは占い師の名前って本名ですね、はい、でも大概 お師匠様から、はい、じゃあ直接に書きます。お願いします。何でもいいですね、日本語もいいですし、はいはい、私そのイタリアのイタリアについて嫁が、あ、そうですね、わかりました、ちょっと考えてみますね。ああ、そうそうそう、メーガーですね、ルネサンス。その辺で、あ、やっぱり名前だから使うよ。なるほど、そういうことなんですね。マリー・プリマベーラのすごくいい名前で、お母様のね、ハルコさんのハルカということで、それ以降、夢占い師という形でご活躍をされているんですけれども、夢占いというのはそもそもどういったものなのか、どういう考え方なのかというのをね、ちょっと僕も全然わからないんで、夢占いってどうやるのっていうところをちょっと教えていただきたいですね。そもそも夢占い、はい、一つは心理学で、もう一つはスピリチュアルな、はい、スピリチュアルな方がとても簡単で、すごいすごくラッキーなことがあるんです。あ、聞いたことあります。白い蛇はなんか幸運をもたらすみたいなこと、うん、金運、金運、はいはいはい、はい、まあ、それって言い伝えられてきたことがあって、お願いします。先に印象的なものが一つパターンが実際あるんです。それから今さっき申し上げた、覚えてる、そのこんな夢見たんだけどそれがどういう夢の意味なのか教えてほしい、キアソニアとイエリセーラクワルコーザいらっしゃるかな。アベテソニアとクワルコーザイエリセーラ、イエリ乗って、あれ、落合さん、落合さん来て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 、excuse me, I'm sorry.
Excuse me. Do you know another place of draw your dream? Draw your dream. Draw your dream. ちょっと確認しますね。Please. Thank you.No, no, 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 no. There are two places. Italia Amore Mio というイベントのことです。Draw your dream, draw your dream. Draw your dream. Yes. You don't know it? No, maybe it's the... le macchine, quello spazio lì davanti. We have this space, a space in front, okay? And downstairs. No, 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 not that place. There are two places of draw your dream. One is the arena.Place. Another is 66 Plaza. It's there. It's, you go out on the right. On the right? Yeah, 車が置いてある場所ですね。でも、But I didn't find it. あの今すぐ出て右に曲がったら、あの、車、ありますよ。車いっぱいあるでしょ。車いっぱいある場所ですよ。でも、Draw Your Dream は全く存在してないよ。なんで？なんで Draw Your Dream ご存知ですか Draw Your Dream YouTuber さんですか Yes, I'm a YouTuber Can I record it? もちろん大丈夫です Thank you, thank you, thank you Thank you for your patience. No, no way. Let's go. ありがとうございます。今日はイタリアモーレミオにご参加いただいて、どうですか会場の雰囲気は？いや、盛り上がるでしょうね。ありがとうございます。My name is Kai. ありがとうございます。そしたらデゴさんね。普段どうですか？ Thank you very much. It's too difficult to find the place of 66 Plaza. 65の一日送ってるのかとか、あまりわからないんです。Are you my boss? Oh, thank you. Thank you. Oh, thank you very much.Thank you very much. まあ、もちろん詩人ですからではないんですけれども、私は詩をかけながら、Okay, yes, I will try my best. デザイナーとしても活動しています。大学でもイタリア語を教えたりしてるし、ですから、いろんなことやってるから、これだっていうのがあって、基本的には、of course. Okay, thank you.まあ、ご自身でもまだ作詞活動されてるということなんですけど、なんかこう、テーマ。T-shirts, いかがですか? You like T-shirts? Grazie mille! Grazie mille!
Okay, wait. Hey, this is your kid? Yes. Take one. Take one. Shall I cut there? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hey, see you tomorrow. See you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. See you tomorrow. Let's wait and see what happens tomorrow. Anti-aging cream, please. Okay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you for your gift. Bye bye.